お兄さんであり実業家の成田悠介さんのご活動についてどう思われますかまあ彼はもともと僕が物心ついた時例えば小学校どうですかね覚えてるのってもう456年ぐらいからが多分はっきりと覚えているところとしてはそうだと思うんですけどもその頃から結構偉人っていうか異質なタイプの。 あの人間で、まあ、彼は麻布中高に入ってたんですけど、まあ、特になんか学校もそんなにちゃんと行かずにあのいろんな財,、まあ、財界というか哲学というかいろんなところのグループに出入りし、えー、非常にこう渋い本というかあの古典の小説を読んだりとか哲学書を読んだりとかいうことで、まあ、かなりその当時から、うん、異質な存在でした。 で僕も中学2年生の時に彼は中学3年生の時か彼はその大学に入ったんですけど、まあ、大学入ってからもそういったものが衰える感じはなくてむしろ加速度的にされてたんで,で、まあ、彼が作った東大の授業とかに僕も中学時代に潜り込んであの講演聞いたりとか、まあ、そういうことをやっていたので、まあ、そういう意味では、まあ、特に僕が高校に入るぐらいまでっていうのは彼の背中を追いながら。 いろんなキャッチアップをしてたっていう感じかなと思いますね。どういった部分に異質さを感じましたか。まあ、やっぱりその持ってる情報の質と。なんか捉えてるその社会とか、その。そういうものへの捉え方っていうものが、まあ根本から違かった。普通普通の学生とかとは全然違かったと思うんですよね。ただ、それは。単純に付き合っていた人たちが、そういう人たちが多すぎて。まあ、そこに入れたっていうのも、その人の特徴だと思いますけど、そういったやっぱ付き合う人たちが。 そういういう哲学者だったり社会学者だったりとかあそういう人たちが多かったんで学者とかですねだからそういう人たちとのやっぱ付き合っていくと、まあ、だんだん磨かれていってやっぱそういう感性になっていっちゃうんだと思うんですよねだからそういう意味では、まあ、付き合ってる人が普通の学生ではなかったというか多分まともな学生と多分ほとんど会話してないんじゃないですかね多分中,中高時代とかもだからまあそれがそのそれは違うよねっていう違いを生み出してたんじゃないかなと思います。 プライベートではどういった話をされるんですかいやプライベートはほとんどなんか今こんなような会話ばっかりしてますねだからこう,うーんまあ日本のそのスタートアップや経済の状況がどうなってるのかとか日本の大学と海外の大学がど,どう違うのかとかその教育っていうものを今後どういうふうに見ていくのかとかなんかそんなようなことをばっか話してますね。 兄さんの尊敬する部分と逆にあればなんですけど直してほしい部分とかありますか。まあ別に直してほしいっていうのは別にないんですけど、まあ、尊敬尊敬か。うんなんか別にそんなにもなんかと極端に言えばなんかすごく尊敬してるっていう感じじゃなくて、まあ単純にすごく面白い人。 って,捉えてるんでまあやっぱり頭もいいしあの持ってる情報量も面白いし話して飽きないんで、まあ、そういうところがすごく魅力なんでしょうねだからまあ昔からそ,そんな感じで全然変わってないですね。